ほう。あんたは。夏ドラグニル。猫。なんですか、あの間抜けな顔した猫は。間抜け。しょべた。私突っ込まないとダメ。大魔党演舞に出るって噂は本当だったのか。俺のこと知ってんのか。アクノロギア、ドラゴンを倒せなかったドラゴンスレイヤーでしょ。それってドラゴンスレイヤーの意味あんの。ああ、これでも昔はあんたに憧れてたんだぜ。ちなみにこいつはガジルさん。同じドラゴンスレイヤーとして気になっていただけだ。ドラゴンスレイヤー、お前ら二人とも真のドラゴンスレイヤーって言ってくんねえかな。俺たちならアクノロギアを倒せるよ。あんたたちアクノロギアを見たことないからそんなこと言えるのよ。そうだそうだ。頭の悪そうな猫ですね。レクターは頭いいよね。見たかどうかは関係ない。要はドラゴンスレイヤーとしての資質の差。私が説明しましょう。夏くんなどはドラゴンから滅竜魔法を授かったいわゆる第一世代と言われています。オタクのラクサスくんやオラシオンセースのコブラくんは竜のラクリマを体に埋め込み滅竜魔法を使う第二世代。そしてスティングくんとローグくんはあなたのように本物のドラゴンを親に持ちつつ竜のラクリマを体に埋めた第三世代、最強のドラゴンスレイヤー。第三世代。お前たちも777年にドラゴンがいなくなったのか。ま、ある意味では。はっきり言ってやる。俺たちに滅竜魔法を教えたドラゴンは自らの手で始末した。真のドラゴンスレイヤーとなるために。ドラゴンを殺した。人間がドラゴンを。親を殺したのか。ま、本戦で戦うことがあったら見せてやるさ。本物のドラゴンを倒した力ってやつを。行くぞ。旧世代には何の興味もない。時代遅れのドラゴンスレイヤーは連れてる猫も貧乏くさいですね。クロム様。あれがフィオーレ1のギルド、セイバートゥース。よし、